CR カップお疲れっす、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。 CR カップボコボコやったな。てかさ、俺聞いてほしいんだけど、 CR カップ出るの俺まず知らなくて、ドラフトがあったんですけど、リーダー会議みたいな、リーダーがポイントに応じて誰を取る誰を取る誰を取るってやって、最終的に調整をするんだけど、前回 CR カップオーバーウォッチやった時にチームバランスうんぬんで結構問題になったみたいな話があったらしくて、詳しくは知らないんですけど、俺ちゃんと調整しようっていう話でなんかドラフトをしたんですけど、それでその時に俺ドラフトの当日まだ CR カップに出るって知らなくて、俺はで、その日もともとなんかいろんな方とまあ飲みに行く予定があって、俺で当日にドラフトだから来てって言われたの、何時に、えって、え、俺それ今日はちょっといけないっすねって言ったんだけど、いやもう携帯でいいからって言って、携帯で、だからその時もお酒も結構飲んでて酔っ払ってるわけ、結構酔っ払ってるのが、で携帯でこうやってあいっすあいっすって入ってて、もうオーバーウォッチ急にリーダーで急に酔っ払いのドラフトが始まってます。そうで、でまず1番目ヒロトからって言って、ローレンでこうやって酔っ払ってて、まあ、そこ意識はあったんだけどね。で一応そのジャストも相談しつつ取ってったわけね。じゃあドラフトはそんな感じで決まったのよ。だから別になんか俺がその時一緒にやりたいなって思ったメンバーをまあ選んだわけだから、そこは別に後悔はないよ、別にただ酔っ払ってましたよっていう。でもその自分たちのメンバーにはすごい納得したのね。シラフになって、お、よかった、やりたい人取れてるわ、みんなよかった、このメンバーできるんだって思って、他のメンバー見たら、え、強くねえかみたいな、え俺はオーバーウォッチを一緒にやったことがあるのはまずロレしか一緒にいなかったわけね。ロレの実力は理解している。でもメッサンとかヒナーノとかカミートの件はまず知らなかったっけ、オーバーウォッチどれくらいできるのかとか。でも一応ポイントでちゃんとなるようにやったの。で一応ポイント的にはすごい一緒なわけよ。だシスとかはもともと競技やってたから、どのくらいのレベルか、ウルカさんとかわかるわけよ。だからそこで他のメンバー見たらちょっと、あれちょっと強いな。でもその時俺はもう酔っ払いながら言ったらしいよ、いや俺キャリするんで。できてねえよ、いつ俺がキャリするんで、できてねえよ。ドラフトでいろんなチームが俺に気遣ってくれたの。リオンさんのチーム大丈夫みたいなこと言われてて、その時になんか俺は酔っ払ってたから、いや俺キャリするんでいいっすよ、でね、これでいきましょうよ、やりましょうよとか言って、俺できてねえよ。酒飲んでも最強、もう無敵モードになってた俺。でもね、何やかんやね、やっぱり CR カップ一番楽しかったけどね、俺あのメンバーで良かったとは思ってるよ。正直見てた人も楽しかったでしょ、実際。そうだからメンツ的にはジャスパーとかもいて最強だったじゃん。ジャスパーはジャスパーでさ、そう思ったよりもちゃんと寝ないでコーチングとかしてくれたりとか、ローレに関してはそう落ちた後にメッサンとかカミートにその配信外でオーバーウォッチを教えたりしてあげてたらしいよな。で他のプロたちも協力してくれていいチームやったなと思うけど、リオンはだから早めにジャスパーと集まって2人でここはこうした方がいいと思うっていうリプレイを見ながらやってたね。一応だからやってるよ、俺もやったよ。なんか俺なんかやってないみたいな感じになっちゃってない。ドラフトは酔っ払ってた、ごめん、ほんとそれは。でもね、ドラフトの時は俺はキャリーするつもりでいたんだよ。でも思ったよりみんな強い、オーバーウォッチが。ちょっと舐めてた。俺がもっとキャリーするぐらいの実力があると思ってたけど、やっぱりね、うまくいかないんだよね。そうで、俺キングスローが一番得意で、キングスロー結構自信あったんだけど、いやスクリームもなんか大会もなぜかね、あのね、第3の景色見てないんよな、攻めで。すいません、本当にすいません、僕の力不足では第3の景色見てねえっす。ほんとすいません、何もできなかった。 CR カップちょ悔しいんだよな、普通にガチで悔しいわ。なんか俺もともとプレイに集中するとトークがおろそかになるっていうか、もう喋れなくなっちゃうの。そうだから一回そのいろいろ自分でなんかその試行錯誤してやってたんだ、いろいろ。もちろん俺がリーダー枠だから俺が何とかしないといけないしっていう、まあそのプレッシャーもあって、でキャリー精神一応持っていったんですけど、案の定やっぱトークできなくて、その時に言われた、ひなのに言われた一言、リオンさんもっと喋ってほしい、すいません、すいません、すいません。ダサすぎ。じゃ俺もともとコーチだって呼ばれてたんだよ。でもジャスが出れないからコーチとプレイヤーを変わってほしいって言われて、で俺は出ることなんだよ。そうでもやっぱね、これは本当にマウントじゃないけど、終わった後に他の人の CR カップの大会の雰囲気とか、その練習どんな感じだったのだろうなって見たの、ガッチガチで、俺たちが一番楽しんだぞ CR カップ、おぼっち。
ゲームは自分たちがやってるのが楽しくて、楽しそうにしてるのを見て楽しくなるのも視聴者です。ウィンウィンな関係を築くわけじゃん。そこはやっぱ取れてたよね。今考えた言い訳やね。今考えたプレミアム保険、どのチームも楽しんでたよ。それはそうだけど、俺たちが一番楽しんでたよ。それぐらいしかないよ、上に立てるとこが。立たせてよ。じゃなきゃもう下じゃん、ずっと他のチームと比べて。少しだけ上に行かせてよ。そうで、3月なんですけど、俺先生なんよね。とだちょ、3月ちょガチで忙しいよな俺。そう、オプレのロケもあって、で収録で、そうみんなと見る会もあるでしょ。でな、他のなんかバロラントの講師、他のやつと21日も名古屋でしょ。だ18、19大阪、26大阪、27名古屋、28大阪俺優勝したん M1 そうだから VCJ に関しては決勝行きたいなと思ってて、一応その会場でウォッチパーできるかをちょっと確認してもらってる最中。会場でウォッチパーできる場合だと、そのまま両日大阪でいるイメージ。会場でウォッチパーできない場合は、土曜日は家でウォッチパーして、日曜日は会場に行くか悩んでる。だから会場でウォッチパーできるのがまあベストですけど、俺の中では。でも専門学校で先生とかさ、俺やったことないから、どんな雰囲気なのかがちょっと分かってないんよな。俺ツイートしたじゃん、見た、リオン先生って書いてあるの。でその下に世界大会優勝って書いてあるの。俺準優勝っす。俺準優勝、気まずいけど、気まずいって思いながら一応引用リツイートしたけど、準優勝だし。でもなんかそれをクリックしたらちゃんと準優勝と書かれてた。そうで、なんかあのもう進行台本みたいなのが少しだけあって、困ったらこういう質問をしたらいいですよぐらいの台本しか書いてなくて、どうもスマッシュログ TV でーす、お願いしますから入るんだけど、そっからなんかほぼアドリブなわけ。これどうやって回すんだと思って。しかもさ、なんか俺なんて別に選手でやってるわけじゃないし、ただ単にさ応援してるだけだからさ、主役ではないじゃん今回。ネストメイが主役の中で、もう俺がほぼ喋って終わっちゃって大丈夫だったかなっていう不安が。でもなんか次も続きと、他にも 2,3 本撮ったんで、まだあと 2,3 本はあげられると思うけど、いい感じになんかさまとめられてた。あのさ、一番最初スマッシュログ TV でーすみたいな感じでさ、あの言ったじゃん。見るか。どうもスマッシュログ TV です、お願いします。まあここまではいいです。まずは全勝でね、予選通過しまして、本当おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいな、なこの感じ。元チームメンバーだけど、なんかすごい距離感ない？ある、あるんだ。メイはないよね。うん、ある。っていう、これ本当は俺だからボスで、それであのストップストップってこの後言うんだよ。この後ストップでストップでストップで、これストップでって言って、これガチで運営さんにこれこのテンションまずいっすよねっていう話をして、テイク3ぐらい前撮ったんだけど、テイク1が使われとる。この空気感はまずいと思って、俺がガチのストップをかけたの。これでもここが使われとんのよ。いい意味で、いい意味で、これ大丈夫、これこの流れ、この流れまずい、この流れまずい、この流れまずくないですかこれまずくないですかって、これスタッフさんに言ってる俺。これまずいのよ。じゃあスマッシュログ TV でお願いします、あ優勝しましたけどあざーすっていう流れでくると思ったけど、全然違う。これ負けてるやん予選で、この流れって見て。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいな、負けてるやん。だってもうこれじゃあ、こっからはいい感じに回ってきたよな。だからちょっとね、大丈夫か大丈夫かって思いつつ、まあいい感じの編集で、やっぱ動画すごいね。編集でどうにかなるから、動画すごいわ。ガチや、白から緑になった。これさ、これ飲んだじゃん、これ飲んだじゃん、これ全部飲んだじゃん、これこの後自分トイレで5分座り込みます。もうこれ本当に試しないでください、液体わさびだけは。俺その時は配信上みんなが心配しちゃうからって言って、全然大丈夫です、全然大丈夫ですだけどねって振る舞ってたんだけど、正直あの出た瞬間一回もうあの座り込む速攻、もうドラマの失恋したヒロインぐらいの感じで、もうドア持ちながらガンッて。結構ガチでヤバかったこれ本当に。こいつのこの右肩のここの部分で一回放送事故になってるにもかかわらず、この二人がコラボしてもう一回放送事故だけは絶対にまずいと思った俺は。フェンネルが続いてのマップで、こいつ笑ってるじゃん、ガチそれ。鎖骨の時も俺は笑いに変えようと、転んでるやんなったけど、ジャスパー怖いから。こんな感じよ俺も。もういないでしょ、もうこれ今、外でこう。来て危ないから注意して。わさびを水に溶かして飲むと死に出す、普通に。1月にシェイっつって、行くぜっつって。待って、ピンポン？ピンポンだ、なんだろう。なんで？わかんない、待って。俺ウーバーイーツ頼んでないのに、ウーバーイーツって言われた。その間違いある？一回確認してもらったんだよ。したら俺んちだったの、やっぱ。俺に言いそうになったでしょ。
かかったわ。これ、2日ぐらい前にゼファーが俺んちでウーバーイーツを頼むって言って俺んちの住所を入力してる。ゼファーが間違えて俺んちにウーバーイーツしてる。ゼファー、お前コーラ行くな。おにぎり、鮭、ちくわ天、温玉、タル、鶏天、ぶっかけうどん、大お前行き過ぎやてん、お前それ。あの、間違えて俺んちに来てるっすね。一応俺んちに届いたっす。あざっす、夜ご飯。パクられたわ。いや、お前が頼んだんだろ。お前が頼んだんだろ。え、お腹空いてると思った？思ってないよ。俺がついてるやつ。あと10分で何々が届けますみたいな通知来てさ、 TikTok 見ながら待ってたらそっち行ってるわ。おんちじゃ来て食べなよ。え、はめられてんじゃん。お前が頼んでんだよ、勝手に。お前が勝手に頼んでんだよ。俺ピンポンビッキリビビったって。ウーバーイーツでーすって違いますって一回聞いたら、もう一回ピンポンして住所確認してウーバーイーツですって来たよ。俺チェーンロックかけたままピンポン出たの初めてだよ、人生で。怖すぎて。受け渡しになってるからさ、お前また対面だよ、配達員と。置き配にしてくれ。いや、活動頑張ってくれ。残りお腹空いた状態で。お腹空いてる状態の方がパフォーマンス出るから。そうだよね。うん、頑張って。よしよしよし。帰った。待って、喉乾くわ。マジかよ、鮭って結構喉乾くわ。おい待て、ゼファー、お前天ぷら1個かと思ったら、お前天ぷら3つ、お前どんだけ食うん。天ぷら1個かと思ったやん。そうでしょ、お前のことを思って食うわ。俺は減らしとくわ、かわいそうやし。いただきます。うまっ。ちょうど夜ご飯食ってなかったんだよ。助かるわ、このタイミングのウーバー。ゼファーが太った理由がある。俺がほんと助けるわ、お前を。ここまでは食わんでいい。俺が助ける、代わりに助けるよ。ゼファー、俺がゼファーんちにウーバーしてあげるわ。逆にゼファーに一番うまいやつ買ってあげるな。俺のおすすめでいくな。これが一番うまいんだから、お前。特盛り、特盛りサイズ、お味噌汁3、玄関前、置き配の方がいいよね。3000円。高すぎたけど。まずこれ頼んだから、ゼファーで飲み物が欲しいっすよな。タピオカ L サイズ2個、甘さ普通がちょうどいいよね。これ氷ありタピオカ3トッピング50%。よっしゃ、今行くんで。じゃあ今行きます。では届いたら写真送っといて、ちゃんと。唐揚げビッグサイズ10、追加唐揚げしてました。ご飯大盛り味噌汁3にタピオカトッピング3に L サイズで、まあチャイティーで。よっしゃ。だからもう、あの、吸っても吸ってもタピオも、タピオカ3の場合は吸っても吸ってもタピ。まあそれお楽しみにしてください。こんなもんかな。みんな結構喋ったっしょ。これ全部喋りきっちゃうとやっぱ雑談継続できなかったから。お疲れ、みんな。あれだよ、また明日。